夢のよう、夢じゃない、まぐれでもない、こんな日が来るなんて信じられない、応援し続けてきてよかったと心の底から思える、すっごく感動しました、私の人生の中でも一番です、すごくすごく嬉しいのですが、まだ実感が湧かなくて、明日あたりからもっとめちゃくちゃ嬉しくなるんだろうなと思ってます。実感が湧きません。本当に我々が国立に立ってもいいんですか。いいんです。いざ国立行きましょう。おめでとうございます。いやいやいや、決まっちゃいました。本当にね、はい、このタイミングでチャンネル登録と高評価お願いします。はい、1対0で勝ちました。ウェリントン選手のゴールをそのまま守り抜きました。はいね、ニュースはもう今日はいっか、今日はいいでしょう。はい、本日のアビサポの感想コレクションいきます。69名のサポーターの皆様、ご協力ありがとうございました。問1、今どんな気持ちですかと、はい、お尋ねしております。ヒロシンさん、涙が止まらない、もう死んでも悔いはない、ダメよ、もし国立で優勝なんかしたら正気を保てる自信がない。いやまあそうでしょう。スタジアム観戦された40代男性の方、ついに来た、リーグ戦の国立開催とかじゃなくて自力で来た、選手監督スタッフフロントの皆さんありがとう。ユンユンさん、やっと2017年の亡霊が消え去りました、心臓が痛くなるほどのアディショナルタイムから試合終了のホイッスルとともにおえつが込み上げてきて声を出して泣きました。40代女性、これ歴11年から15年の方、とても嬉しいです、早速中学の同級生にお知らせしました。これを機に福岡県でのアビスパの存在感が高まり、アビスパイコール強いイメージが定着したら嬉しいです。ルヴァンカップ決勝のプロモーション、報道、地上波での放送でアビスパの露出が増えることもとても嬉しく楽しみです、ということで、中学の同級生にお知らせですか。いいですね。はい、もうこれを機にですね、皆さんもね、中学、高校、小学校の頃の同級生にね、突然ね、連絡してもいいんじゃないですかね。決勝だったら許されると思います。くるみさん、生きている間にアビスパが国立へ行くことはないだろうと思っていたけど、それが叶って心の底からサポーターで良かったと思っています。大川さん、以前のアンケートで優勝できると答えたくせに、死ぬまでにアビスパの試合で国立に行くという夢が叶ったし、本当に現実かわからない、めちゃくちゃ嬉しい。いやー嬉しいな。田中先生、ようやく時が来たなという感じです。 J リーグカップの決勝戦といえば、長年フジテレビで中継されていて毎年見てました。それこそ子供の頃からいつかはアビスパがなんて思ってましたが、それでもなかなかイメージはつかなかったです。そんなアビスパがついに国立決勝、とても楽しみです。国立ですよ、国立でアビスパ福岡が決勝戦を戦うんですよ。これ嘘じゃないですからね。いやー嘘みたいですけどね。ねえ、いやー本当かな、ね、自分生きれるのかな、そこまでちゃんとっていうぐらい信じられないですよね。はい、ね、もうなんか自分の死亡フラグなんじゃないかって思っちゃうけど、ね、本当ですよこれ、やば。ゆうこさん、ただただ嬉しいです、気持ちは少し落ち着いて、今は来月以降の支払いのことだけ心配してます、アビスパに関しては全く心配してないですってことなんですけど、いやー少し落ち着いてって言ってますけどね。いや、じわじわ来ますよ。で、今ね、落ち着いてる方、絶対その、国立でのね、決勝戦の前とかなると、とんでもないことになるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと興奮するんじゃないですか。ゆうこさんもね。応援していてよかったさ。長年の夢が現実になって、とてもとても嬉しいです。家族に鼻で笑われながらも、毎年絶対国立行くからと言っていたのが報われました。いやー、素晴らしい。もう家族から鼻で笑われないですよ。おっさんのんべえさん、まだ早い、次を勝つまで我慢するけど飲んでるじゃないですかね。もうのんべえだしね、天然ももう全然説得力ないですよ。神風さん、長年アビスパを支えてきたスポンサーの皆さん、サポーターの皆さん、おめでとうございますってことでね、あのヤクルトのあの若松監督スタイルですね、わかる人いるのかな。はい、でじゃあ2問目の問い、今日の試合は何点ですかなんですが、イエーイ、はい、10点が44人もいます。平均 9.46 点っていうね、はい、めちゃめちゃ高い数値出てます。はい、もう大半10点ですよ。10点。ケイトさん、さまざまな歴史を塗り替えることができた今日のゲーム、難敵と言われてきた名古屋にウェリントンのゴールでトヨタスタジアムで勝ったこと、そして決勝国立に行けること、いろんな意味で価値があった勝利だったのではないかと、チーム全員で勝ち取ったこのゲームの勝利、クラブの今後にもつながる大きな勝利だと思います。もじゃもじゃおやじさん、
9点。優勝して10点満点がつけたいです。それでも3連戦唯一フル出場の奈良ちゃんがボロボロになりながらもチームを引っ張る姿、ウィリが2017年のリベンジゴール、長石の神がかり的な連続セーブ、全員が最高でした。いちいち泣けました。バンバンさん、10点。先制点含めチームとして統一して守備からの攻撃に集中できていた点、誰一人として動きが悪いなどなく安心し他者も仕組み入れましたと。はい、間違いないですね。カモさん、9点。無失点、勝ち切れた。早い段階で点を決めたことにより相手にプレッシャーを与え続けながら試合を運べた。シュートも打ち切って終わることが多い。セカンダも拾えておりペースが乱れることが少なくなった。VAR に助けられたことも選手サポーターの行いの結果だと思うということで、いやー本当ですね、プレッシャーを与え続けながらね、最後シュートで終わることも多くてですね、いやもう理想的だったんじゃないですか。あのアビスパってこうあるべきなんだろうなっていう、あの本当ここ最近のこの名古屋戦でのアビスパって最高じゃないですかね。ね、完勝というか、もうこの調子でこの感じでね、全ての試合戦ってほしいですけどね。ジョンさん、10点。引き分けでも突破という条件であったが、しっかり勝利し、カードもなく決勝でメンバーを欠くことなく臨めるから、いや素晴らしい戦いでしたね。本当ね、引き分けでも突破っていう条件だったですがね、全然誰もそんなこと頭になかった感じでしたね。ノアさん、10点。ウェリントンのゴールで勝った。もうそれだけで100点満点です。戻ってきてくれてありがとうウェリントンっていうね、いや本当夢みたいですね。めぐみんさん、10点。ドラマとしてウェリントンが決めてオフサイドにはならず、アビスパが次のステージへと駒を進める。ドラマとして最高の展開すぎますということで、あのウェリントンがねゴールを決めた時にね、これまでのアビスパだったらやっぱり月がないからね、この VAR にが採用された今、これがノーゴールに VAR でなんのみたいなねっていうところでしたけれども、はい、ちゃんとゴールありました。はい、もうね、あの世界線は違うところに来てるんでしょうね。ブークス観戦の40代女性の方、ウェリントン選手のゴールや VAR に助けられたりと、2017年 J1 昇格プレーオフの決勝の悔しさが報われる素晴らしい内容だった。トヨタスタジアムの神様が味方をしてくれているようだった。長井選手のセーブも素晴らしかった。試合後の選手たちが出れなかった選手のユニフォームを着ていたのも胸が熱くなるということでね、いやー、怪我をした選手だけにね、とどまらずね、サブに入れなかった選手のね、ユニフォームを着てる選手たちがいましたけれども、まあ、そういった状況からもね、チーム全体の空気がすごくいいということがね、よく伝わってくると、はい、思います。おのおのにね、リスペクトしながらね、毎日過ごしているんでしょうね、選手たちもね。かすみしょうさん、9点。前半はアビスパのペースだったものの、オフサイドになったシーンは危なかった。後半は長吉のスーパーセーブ祭り、実質2点リードとはいえ最後までドキドキした戦いだったということで、はい、いやー長吉選手素晴らしかったですよね。はい、伊佐さん、勝ったから10点。試合前はとにかく先制点を取ればいけると思いました。後半は名古屋の圧力も押されましたが、長吉の好セーブもあってヒヤヒヤしましたが、名古屋も焦ってるなって展開だったと思いますという、はい、そうね、先制点がね、僕もとにかく大事でね、1対0で折り返しただけでしたからね、全然開始3分とかでね、ポーンって1点入ったりとかしたら一気に追い詰められるっていう、はい、ね、そういう状況だったと思うんで、逆に先制点を取れたっていうのはすごく良かったなと思います。のぞみさん、今日はスコア、10点。今日はスコア以上に粘り強く守備、とにかく耐えた試合だった。相手のアウェーで時間が経つにつれて、何振り構わずに攻めてくる場面でも必死に体を投げ出しての守備、最後までよく耐えたということで、はい、最後まで見応えがありましたね。神風さん、10点。決勝進出を代名詞、宇野ゼロで、しかもあの名古屋も3立てですよ、文句なしということで。そうですね、リーグ戦含めて、ね。この短い間に名古屋グランパスに3回も勝ってるっていうね、めちゃくちゃ苦手だったあの名古屋グランパスに、はい、3回も勝っちゃいましたよ、ね、いやこのルヴァンカップもね、この名古屋グランパスに勝ち進めないから、この名古屋グランパスに勝てないからきっと、ね、ここで負けてしまうんじゃないかっていう予想が多かったですけれどもね、完勝ですよ、はい、もうこれまでのアビスパではないんですよ、はい、そして問いさん、今日の MVP は誰ですかっていうね、質問なんですが、もうこれはね、もう圧倒的に、長石、長石ですよ。もう圧倒的です。はい。もうみんな今日はね、長石選手のスーパーセーブに惚れ惚れという感じでしょうか。もう53票集まってますからね。アリカメナイ王子さんさん。
たびたびあった名古屋の決定機を抜群の反応でシャットアウトしました。相手に1点でも入れば流れはどこで変わったか分かりません。この決戦の舞台で過去最高の長い下組を見ました。ウィンさん、天皇杯名古屋戦でミスしたが長谷部監督の計らいから復活、そしてトヨタスタジアムでビッグセーブ連発、言うことなし、無理だと思うが失点しなかったことが優位に試合で進められたことを評価しました。ということで、いや、無理だと思うって言ってるんですけど、もうみんな長い選手を選んでますよ。桜餅さん、神セーブありすぎました。後半はアビサポがゴールマウスを守っていたのですが、なんともサポーターの方を向いて盛り上げてくれました。そうですね、煽ってましたねずっとね。ルキアン千秋さん、準々決勝のアジスタでの屈辱以来、よりプレーに気迫が加わったと思いますが、特に今日は象徴的だったなと思います。気迫あふれるセービング一つ一つに鳥肌が立ちましたし、試合が終了し喜びを爆発させる永井選手に胸が震えました、ということで、あの気持ちの入ったねプレーでしたね。匿名希望さん、詰められる時間が続いて苦しかったし、決定的なシュートが山ほど飛んできたが、それを全てシャットアウトした。 FC 東京戦のミスが今日の大活躍のフラグだったとは、ということで、そうですね、 FC 東京戦でのミスっていう部分もありましたけれども、はい、そこから見事に立ち直って今日の大活躍ですよ。ゆうこさん、後半のグランパスの猛攻、 2,3 点入ってもおかしくなかったところを魂のビッグセーブ、こっちがびっくりでした。信じてたけどっていうねあんまり驚いた驚いたっていうとね、あの中井選手信じてないみたいなんですけど、はい、ちゃんとね信じてたんですよね。バンバンさん、何度も訪れた決定機を見事にシャットアウト、それだけ攻められたということではありますが、今日のプレーは文句なしでマンオブザマッチですということです。めぐみんさん、これでもかというくらいに何度も繰り返された神セーブ、彼の両腕両手にこれほど助けられた日はないくらいに冴えてました。私たちは彼のことを長い神と呼ばなくてはならないのかもしれません。長い神長い神ですかすごいですね、村上と長い神。あのね、アビスパには神が2人いるんですか、すごいですね。長い神どうですか、浸透しますかね。長い神、長い神出た、長い神みたいな感じ。はい、これまだね、誰も言ってないんじゃないですか、聞いてないんで、もし長いシーンね、浸透したら、めぐみんさん発祥ということで、はい。胸張っていいんじゃないですか。なんとなく、なんかいいっすよね、長いシーン。群青二木さん、度重なるビッグセーブ、もはや神の領域、また神って言われてる。どうしたんだ、一体と、スタンドから絶叫っていうね、あんまり言うと信じてないみたいなんですけど、はい。どうしたんだ、一体っていうね、まあ確かに、今日の長いシーンは、ちょっとね、やっぱり、はい。やっぱ神がかってたんでしょうね。おっさんのんべえさん、長石食堂の鉄ののれん、いかついっていうね。さっきまで神って言われたんですけど、食堂のね、大将になっちゃいました。長石食堂の鉄ののれん。鉄ののれんなんですね、あれは。鉄ののれんって何？はい。さあ、そして2位がですね、11票を獲得したウェリントン選手です。あきこさん、2017年の悔し涙が本当に忘れられなかったから、他に負けたい選手はいますが、もう今日はウェリントンでお願いしますということで、やっぱ2017年の件があるからですね、やっぱ名古屋グランパス戦でウェリントン選手が活躍すると、もう、それはね、もう、そういうことですから、はい。しかしね、ベススタでのゴールもあって、今回のゴールもあってね、その2017年のやっぱり怨念っていうかね、ウェリントン選手も、ご自身も含めて、サポーターみんな含めて、やっぱり2017年の怨念っていうのは凄まじいものがありますよね。はい。ヨッシー、アットマーク、国立参戦さん。あの豊スタで VR の会にもありながら、ウェリントンのゴールが認められ、長年のアビスパの怨念が成仏したのではないかと思いますということで。はい。まあ、結局、今回もウェリントン選手がゴール決めたわけですから、前回のやっぱベススタでのゴールだと、まだ成仏してなかったってことですよね。はい。もしかすると、まだ残ってるかもしれないんで、和の恨みたるやですね。はい。もう、ウェリントン選手が、こんなに活躍するんだったら、もうあんま成仏してほしくないですけどね。はい。ずっと怨念あったまんまでいいんじゃないかなと思います。かすみしょうさん。長石と言いたいところだったけど、やっぱり2017年の忘れ物を届けに来たウェリントンっていうね、本人もコメントしてましたね。田中先生。長石と迷いましたが、彼が決めてくれたから彼だと思う。2試合トータルでよく走ってくれました。ね、ウェリントン選手よく頑張ってました。スフックスで感染された40代女性の方、長石選手と迷いますが、2017年昇格プレーオフ決勝の悔しさを一緒に晴らせたことが本当に嬉しいから、アビスパに戻ってきてくれて活躍してくれていて嬉しいということで、もうウェリントン選手を挙げた方はみんな2017年出てますね。はい。
あと、まあ、永井選手と迷いましたがって声も多くて、まあ、やっぱ今日のね、永井選手の活躍っていうのは相当なものだったんだなということも改めて感じます。アソスクエアさん、得点を挙げたウェリントンが一番だが、本当は全員を選びたい。全員で掴んだ決勝だと思いますということで、もう間違いないですね。はい。一応言っておくとね、もちろんその前提ではあるんですけど、はい。その前提で MVP というのは聞いてはいるんですが、はい。まあまあ、全員で掴んだ決勝ですよ。はい。そして、ね、怒涛のように紹介してきましたが、ちょっと落ち着きましょうか。はぁ、今日ね、スライドが多いんですよ。はい。今日の思い出は何ですかっていうね。はい。まったりしつつ、一番盛り上がるコーナー。ユンユンさん、2017年のプレイオフは現地に行かず、カシーハマのアビスパ本社でパブリックビューイングを見てました。あ、そういったことがあったんですね。あの時どうして現地まで足を運ばなかったんだろうと後悔ばかりが残っていました。だからこそ名古屋との準決勝は必ずアウェイにも行くと決めていました。あの時の悪夢が今日のウェリントンのゴールで本当の意味で晴らされたと思います。あの時の悔しさがあるからこその今なんだとやっと思えるようになりましたということで、いやー行ってよかったですね。やっぱり、はい、やっぱ行く後悔より行かない後悔みたいなね、はい、あ、逆か、まあ、行く後悔より行かない後悔の方が強いですよね、やっぱね。はい。行く後悔ってやっぱあんまないと思うんで。うん。もじゃもじゃ親父さん。アウェー観戦の初勝利がこんな重要な試合で言うことありません。おう。豊田市駅までの帰り道が当然ながらグラサポだらけの中歩きましたが、誰も話さずお通夜状態。息を殺すように帰りましたが、こんな初体験も悪くなかったです。いい話だな。決勝も勝って星をつけましょう。ということで。いや、いい体験をされましたね。いや、素晴らしい。しかし、札幌歴26年以上でアウェー観戦の初勝利ってどういうことですか。あんまりアウェーに行かないっていうことなのか。まあ、でも26年以上ですからね。はい。もしかすると、なかなかなジンクスをお持ちだったのかもしれないですね。もじゃもじゃ親父さんは。そんなジンクスもね、今日のアビスパを吹き飛ばしたのかもしれません。ケイトさん。ウルトラオブリの方たちが試合終了とともに涙を流していたこと、今までの苦難をクラブとともに乗り越えてきた当人たちだからこその気持ちがあったんだと感動しました。ということなんですが、ね、僕の元に届いているメッセージを見る限りですね、どう考えてもウルトラオブリの方ではない方々がね、たくさん泣いてますんで、はい、ね、クラブを乗り越えてきた当人たちっていうのは、ケイトさんが思ってる以上に、はい、たくさんいるんじゃないかなと思います。めぐみんさん、ゴール裏に向かって今日ベンチに入っていない選手のユニフォームをそれぞれの選手が思い思いに来てやってきたのはとても印象的でした。確かに。みんなの力がなければここまで来れなかったことを象徴するシーンです。ということで、チームのね、選手たち、みんながですね、それぞれのことを思い合ってるんだなっていうことはよくわかる。ね。今のチームの状態がすごくいいんだなってことを象徴するシーンだったんじゃないかなって僕も思います。ミツさん、ここしかないということで、スプークスの無料体験登録。最後までドキドキで落ち着かなかったけど、国立へ連れてってくれてありがとう。絶対行くよということで。そうですね。スプークス1回無料体験で、はい。1ヶ月かな見れるんで、はい。ね、ぜひね、うまく使ってですね、見ていただければいいのかなと思います。もう次はね、フジテレビで放送ありますから、はい。一番賢い。よくこれまで、ね、我慢して、ここで、ね、ここで使いましたね。はい。アシアンアビサポさん。ホームで行われたファーストレグで、レイジュに名古屋に来てと言われて心が動いて急遽参戦。来てよかったと心から思うと。はい。やっぱね、ここにいるみんなで名古屋に行きましょうって言ってね、あれで相当な方が、はい、もうメロメローンってなって行っちゃいましたと。はい。たくさんいたんじゃないかなと思います。僕もね、現場にいまして、僕もメロメロンとなりましたけれども、はい。僕、家族いるんで、ちょっと行けなかったんですが、はい。いやいや、ちゃんとね、名古屋に来てと誘われてね、行った方が幸せになって、本当に良かったなと思います。次は僕も国立に行きますよ。はい。ゆうこさん、おとといの朝、もし勝ったら国立行くと、同じく阿部里の夫に聞くと、行かないと即答があり、あらら、いい年してやめなよと笑われましたか。おお、私は絶対行きたい派なので、早々に航空券を予約。家族にはドン引かれてますが、いいんです。おお、さっき見たら片道3万キロになっていて、ほぼ売り切れてました。アビスパを信じて少しでも安いうちに予約できてよかったです。素晴らしい。ねえ。いやー、これね、まあ、ねえ、いい年してやめなよってこう、透かしてるとね、後からさっきね、聞きました？ねえ、名古屋にね、パブリックビューイングで見て後悔したっていうね、方いらっしゃいましたよ。ねえ、
きっとね、その思い切りのいい判断ね、絶対にいいことが起きる気がします。なんかこれフラグのような気がしますね。はい、もう直前になったらやっときゃよかったなって なるんですよ。はい、まだ間に合いますからね。MKO さん、家族サービスのためディズニーランドに行ってて、おー、試合をほとんど見ていませんでしたが、シンデレラ城の前で勝利の瞬間だけ見届けて、国立来たと叫びましたっていう。でね、MKO さん、ディズニーランドにいた照明ってことで、写真を送ってきてるんですけど、いや、この写真はいらないよ。いや、送ってきたんで使いますけどね。はい。夢の国の意味が一人だけ違うっていうね。はい。夢じゃないですからね。現実ですから、国立に行くのは。はい。ありがとうございます。MKO さん。アーさん。スカパー解約しているし、SNS しか情報取れないと思っていましたが、FC 東京のサポーターの方が YouTube で実況してくださっていて、そこでハラハラしながら戦況を想像していました。おお、いろんな手段がありますね。ゴールラインチケット完売ということは知ってましたから、現地の選手の後押しをアビサパーがきっちりやってくれると信じていましたということで、はい、試合を見ていない方からもね、はい、このアンケートの回答が届くようになりました。まあ、見ていないって言っても、一応実況は聞いてたってことでね、ラジオ観戦みたいなもんでしょうか。はい。大川さん、家庭の事情で現地には行けませんでしたが、試合終了の笛が吹かれたらほっとして感情が爆発しました。昇格降格しても泣かなかったし、優勝するまで泣かないはずだったのに、26年応援してきて初めての経験をしました。ついに決勝ですよ、最高ですっていうね。26年応援してきて初めての経験って、いやー素晴らしいですね。はい。ウィンさん、決勝点がウェリントン、アビスパサポーター最高の仲間、我が軍のラブソング全国に響いた、生きているうちに国立へ行けることということで、はい、60代以上ということで、重みがありますね。はい。タロスさん、帰り道後ろ歩いていたグランパスサポーターの方が、あの18番フィジカル強すぎでしょと称賛した瞬間、気持ちいいですね。心の中でそうよなと共感していました。いやー、いい体験されてますね。やっぱスタジアムっていいですね。40代男性、札幌駅26年以上でスタジアムで観戦された方、後半アディショナルタイムに入ったくらいで過去のことをいろいろ思い出して急に感傷的になった。俺たちもついにここまで来たぞって思うと涙が自然と溢れた。なるほどね。アディショナルタイムで過去のことをいろいろ思い出したと。走馬灯みたいなことですかね。いやいやいや、まだね、そうね、まだ準決勝ですから、決勝みんなどうなっちゃうんでしょうね。もう優勝したみたいなね、コメントがいっぱい来てるんですけれども。はい。のぞみさん、試合終了後決勝行き確定の余韻そのままに決勝日の飛行機を抑えました。何気に個人的に初の飛行機、アビスパの歴史的一戦を見に行くので飛行機を使うとはっていうね。そうか、そういうこともありえるのか。はい、いろんな人にね、人生初めての経験を与えております。桜餅さん、勝ったのもあって、スタジアム帰りに知らない何人ものアビサポさんと会釈したり話したり、とにかくみんな嬉しいんだなということが伝わってきました。ということで。はい。まあまあまあ。ね。さぞ名古屋でユニフォーム見たら、いや、よかったですねって、やっぱ言いたくなりますよね。エルダーさん。旦那と私の入ったかと思ったがシンクロしていて、家族で大爆笑。終始楽しかった。いい家庭だな。ね。遠近感のいたずらありますけどね。はいはいはい。いやいや、素晴らしい家庭で、はい、羨ましいです。ルキアン千秋さん、試合前日に会社のテレビにスカパーが入るというファインプレーがありました。すげえ。試合を見ながら仕事することを許してくれた上司に感謝しています。めちゃくちゃホワイト企業じゃないですか。ねえ、羨ましいですね。試合見ながら仕事ってできるもんなんですか？なんすかね、飲食店とかかな？イサさん、夢の決勝、そして夢の国立、ここまで来たら優勝のみですが、天皇杯かルヴァン杯を取ったらタバコをやめる宣言したので、タバコを吸えるのも残りわずかになったなーってっていうね、タバコを吸えなくなるのにちょっと幸せそうっていうね。はい、もうこれを機にね、タバコやめて健康になって、もっとね、健康になってですね、寿命を伸ばして強いアビスパいっぱい見ましょう。匿名希望さん、生後3週間の娘を抱っこしながら観戦していたら、おむつが緩かったのか自慢のケネディユニが少しおしっこで濡れてしまいました。あら、でも今日はこのユニを脱ぐわけにはいかない。選手と同じこのユニで戦うなと、ハーフタイムまで気づかないふりをし、ハーフタイムに急いで部分的に選択をしたことっていうね。いや、これね、親父の鏡ですよね。
で、なんかいかにも、ね、スタジアムかなと思ったらスプークスで観戦っていうね、はい、家だったら脱いでもいいんじゃねえかと思うんですが、やっぱ今日はねそういうわけにいかないということで、いやいや素晴らしいです。国立行く場合さん、国立行くのにパスポート持ってないと娘が騒ぎ出したこと、その横で兄が学生証あるけど俺は大丈夫と言ったことねえあのほのぼの家族エピソードが、はい、やってきましたけどね、学生証あるけど俺は大丈夫、面白いですね。バンバンさん、初めて遠征に行くことにしました、あとはチケットを取るだけですっていうね、あのこれが初遠征って方もねいらっしゃるでしょうね。僕もまあ遠征広島とかは行ったことあるんですけど、山口と広島しか行ったことなくて、はい、東京ね、ちょっと今までで最長距離なんで、はい、僕もね、まあ初遠征みたいなもんでしょうか。はい、アビマリン8号さん、奈良ちゃんとユンカーの口喧嘩って、今日それ選びますかね、大物なんですかねこの人確かにめっちゃなんかね言ってたけど、なんか、はい、気にはなりましたけどね。まあスプークス感染して、そういっぱい映ってましたもんね。はい、あれちゃんとやっぱね、あの外国、あの英語喋るんですかね、あれってね、日本語で言うんですかね、ちょっとやっぱ喋れるのかな、どうなんでしょうか。あきこさん、今日は朝からずっとなんとか家族6人安く国立に行ける方法はないかと調べまくってました。結果新幹線始発と終電の日帰り強行遠征。おおすげえ、新幹線で行けます。だから5時間ぐらいかかるわけでしょ、東京までね。5時間、だから6時とか出ても11時とか着くでしょ。で国立までちょっと距離あって、でまあ10、まあ間に合うか、1時とかに着いて、で15時に終わって新幹線で行こうと思って、まあそれだからで夜10時ぐらいに、まあそうか、行けんこともないんか、なるほどね。はい、いやあの国立にどうやって行こうか考えてる方、新幹線で日帰りってのもまあギリ行けるということです。はい、試合終了直後はネット予約に必死で勝利に至る余裕はなかったけど、今になって各種 SNS を見て泣いていますということで、はい、お疲れ様です。スプークス観戦の40代男性の方、果たして私は国立まで行けるのか、かれこれ数時間財布と相談中ですということで、そうですね、まあ財布と相談っていうこともあるんですが、まあいろいろなね財政状況の方がいらっしゃるでしょう。まあただね、決勝ですからね、もう数年ユニフォーム我慢しても行った方がいいんじゃないですか。うん、決勝っすもん、やっぱ勝つ負けるね、ありますけどね、やっぱりこう決勝戦は戻ってこないですからね、勝つにしろ負けるにしろやっぱ体感した方がいいんじゃないかとは思うんで、もし迷ってるんだったらね、切り詰めることを考えていいんじゃないかなって、はい、僕は思います。はい、まあまあ結局ね、それぞれ大人同士ですから自分で決めるんですけど、はい、ちょっとグッズ控えてもね、いいんじゃないですか、言っても。うん、日野さん、顔は知ってた X でつながりのあった、だいぶ年下の大学生のサポーターと話せてよかったということで、いや、こういうのね、いいですよね。ちょくちょく最近こういうエピソード届きますけれども、はい、いいですよね。26年以上の方っていうことなんで、はい。スプークス観戦の60代以上男性の方、解説者がアビを褒めちぎっていて気持ちいい、わかる、めっちゃ褒めてましたね、ちゃんと決まり守ってるとかですね、はい、組織的に動いてて素晴らしいっていう話めっちゃしてました。はい、すごい気持ちよかったですね、なんかアビなんでね。最近ね、解説者がめっちゃ褒めてくれますよね、アビスカのことね。田中先生、ウィリントンが決めたり VR 発動したりするたびに、かつてのプレーオフで泣いた生き量たちが次々 SNS 上で成仏していったことね。いやいやいや、もうね、ウェリントンはね、成仏しなければね、こうずっと活躍するんだったらもう本当全然成仏しなくていいんだけどな。ソウソウさん、仕事で試合見ることはできませんでした。仕事から帰ってきて玄関来たら息子が出迎えてくれて一緒にブラボーと叫び合いましたいい親子だな、ね、また試合見ていない方からのアンケートですけれども、まあ、でも確かにこれもね、今日の思い出、ね、でしょうね。素晴らしい。もうね、こういう、こう、いろんなコメント見てるとね、もう、それぞれにね、それぞれのアビスパ福岡があって、
ね、それぞれでこうなんですかね、愛情表現をしているんだなってことがよくわかります。はい、現地にいた方も現地に行けなかったからも、おのおのの場所からですね、アビスパのことを応援し、アビスパのことを思い願いですね、今日の試合をね祈り、そして勝利をみんなで喜んだ、それぞれの場所でそれぞれのね、あの状況の中で喜んだということで、すごい一体感を感じますね。はい、こういう一体感こそ重要なんじゃないかなと思います。そしてですね、今日一つ話題をお届けしたいんですが、今日の X からってことで、これちょっとね、今後あの不定期にやっていきたいんですが、あの試合が終わった後、あの X ですごく面白いエピソードが流れてることがちょくちょくあります。前回ね、あの鶴野玲治選手のね、あのゴールパフォーマンスの話題を紹介したんですけれども、今回はこちら、ブラジャーマンさんですねからの、あの、のツイートなんですけれども、ツイートじゃないポストなんですが、アビスパの選手と同じ店で飲んでたんだけど、山口選手がその店にいたアビスパサポーターの支払い全部してくれました。おごってもらった、もう一生ついていきます。小田選手がこの話拡散してくださいとのことなので、拡散希望でごちそうさまでした。みんな国立来てねですってってことで、これね、山口選手の後ろ姿なんですが、あのどうやらですね、アビスパサポーターがあの飲食店に入ったところ、その同じ店にね、たくさん選手たちもいたようで、選手たちもご飯食べてたみたいで、はい、そのままあの支払ってもらったということで、すごい体験ですね。この山岸選手の服装がですね、あのまさに、このインタビューに答えている服装と同じでして、はい、生々しさがあります。これね、あのブラジャーマンさん、あの画像の使用許可いただきまして、はい、ね、拡散希望ということなので使ってくださいと心よく快諾して、はい、心よく承諾してくださいました。ありがとうございます。いやー、素晴らしい体験ということでね、めちゃめちゃ羨ましいんですが、はい、いい話ですよね。本当山岸選手ね、アビスパのことを大好きなんでしょうね。いや、ありがたい話です。だから自分まで奢ってもらったような気持ちになりますね、はい。さあ、それで気になるのがこの店なんなんっていうところなんですけれども、このお店なんですけれどもね、エスカ地下街っていうね、場所にある裕福という、はい、お店だそうです。名古屋駅のね、新幹線ホームに最も近い地下街、エスカっていうのがありまして、はい、エスカっていうのは、駅西ショッピングセンターアベニューの略で、ESCA を取ってエスカだそうです。はい。エスカーっていう方言ありますけど、怖いっていうね、あの、それとは関係がないそうです。そらそうか。あのうなぎを丸ごと1匹使ったひつまぶしが自慢ということで、確かにね、このひつまぶしめちゃでかいですね。うなぎね、うまそう。うなぎ食いたいね。他にもジャンボエビフライや味噌カツと名古屋名物が揃うということで、まあ確か、あの新幹線のね、駅の近くにある飲食店ということで名物が揃ってるということですね。あのぜひね、この山岸選手がサポーターに奢った聖地ということで、はい、名古屋に遠征に行く際にはぜひ裕福さん、はい、行ってみてはいかがでしょうか。さあ、今日は、決勝進出ということで、はい、ちょっと多めにコメント紹介しました。で、次の試合なんですけれども、はい、リーグ戦に戻ります。10月20日次 金曜日ですね、アビスパ福岡 VS 川崎フロンターレ届きで、7時キックオフということですので、またね、ぜひアンケートのご協力をよろしくお願いいたします。今日はとにかく決勝おめでとうございます。国立競技場で僕も行きますので会いましょう。それではさよなら。福岡の福岡の福岡のベススパニベススパニアビスパアビスパ福岡を福岡を見に行こう見に行こう。